おはようございますす西田渡ですえ1月5日木曜日っていうところでね、いかがお過ごしでしょうか。全然収録しております。まあ、きからいよいよ、えー、仕事始めの方、多いのではないでしょうか。観光庁とかね、事業、えー、まあ、学校とか、そういったところは昨日からっていうふうに一応なってるのかな。まあ、小学校とかね、さすがに、えっ、ー、と、どうなんだろう。ちょっとわかんないですけれども、まあ、そういう形で。 えーと僕自身も結構ね、もうガンガン動いてるっていう次第で、今年は、もうこのサブチャンネルは、年明けからはちょっと,、えー、と、カメラバック沼から始まり、えー、と今僕完全ぜ、えー、絶賛ストラップ沼入ってるってことで、えー、と今日のもう早速議題、えー、忍者ストラップ、ちょっと今、えー、ワン、何、えー、て言うんだろうバ、バックレス、バックなしで持ち歩くには、 忍者ストラップの限界が見えてきたかもっていうお話でございます。これはあくまでもこれライカの m 型ライカをこのボディだけで持ち歩く、えー、お話っていうところがベースになりますので、引き続きね。キャノン機とかでえっ、ー、と1キロを超える、えー、カメラシステムに関してはもうもうこれからのガンガン忍者ストラップでアンカーリンクス運用で、僕の場合はもう1キロを超える。もう最近ではもうだいたい。 使ううってなるともうこれ38ミリを使うようよにしてますこの太さですねこの太さを使ってここにアンカーリンクスつけてっていうところで運用すると。なのでもうこれはもう重かろうが何だろうが、えー、と1キロを超えたら全部これでいくっていう。なのでキャノン機は基本大体これですね。 っていう感じなんですけどもまあライカになりますと、やっぱりこれ、グリップもなかなか、ここにつければグリップ、ガチャってつければグリップできるんですけども、サムレスとかね、まあなるべくコンパクトに運用したいというのもありますので、まあ先日言っていた、こうして、もうだいぶ慣れてきました、こうやって二重巻きにして親指掛け、この運用ですね、これでまずはアンカーリンクス、えっと、これ、忍者ストラップ、忍者ストラップのこれね、ちょっと買ってみたんですよ、これ、15mm っていうタイプがありまして、これ、15mm。 めっちゃ細いでしょ。なので、まあ,あとは、えーと、それこそピークデザインのね、リーシュっていうのもあるんですよね。リーシュも確かこれが20ミリぐらいだったかな、まあ、かなり細いんですよね。で、ここがもちろんストレッチできてて、これもできます、もちろん。ここでグイーと引っ張れば、ビートと引っ張ってっていう形でできるんですけれども、なので、えー、とまあ、ストレッチもできるんですが、大体もう100センチ運用かなっていう感じになってきました。ここで絞って、 どのぐらいだろうこのぐらいの運用かななので、でまあ、ここまで、よいしょ、まあこの辺か、グイっとやっておいてって感じで、たスきがけもできるしあ、ちょっと短いか、ちょっと短いですね。で、まあ、首下げもできる、3way ですね、たすきがけ、首下げ、あとはハンドストラップ型、手巻き型っていう形で、どのぐらいだろう、これ。よいしょ もうちょっと長めに取っておいてって感じかなまあそんな感じでえっ、ー、と今日早速ねこれ先ほど届いて早速なんですけど使ってきた次第なんですよで結論ねえっ、ー、とまあすごい使い勝手いいですさすが忍者ストラップっていう感じではあるんですけれどもやっぱりここですね忍者ストラップがダメっていうよりかはアンカーリンクス運用をまあ ななななしかかみたいな感じになり始めててるっていうところですかねやっぱりこの、えー、とこういう運用で手に巻いた時巻いた時のやっぱここがね若干ちょっと気になるかなーっていうところでまた明日かな明日ぐらいにもうまた別で注文したねあのここのリングをここに直接つけるタイプのストラップが届くんですよなので届き次第またこれを一回アンカーリンクス 忍者ストラップ運用を一回諦めて、とはいえ忍者ストラップもですね、まあ、こういうふうにしないで、ここしないで、ここ、紐だけのタイプがあるんですよね。デフォルトはそうなんですよ。まあ、なんで、ここにくくりつけるという方法もあるんですが、若干、あの、携帯ストラップのようなね、線の細さだったりするので、まあ、こういったもので運用するのは想定されてないはずなんですよ。おそらくは、せめて GR デジタルとか、まあ、ほん小型のカメラですよね。まあ、これも比較的 800g であるんですけども、まあ、 と GR とか300、400g ぐらいまでの運用での多分紐っていうタイプで想像してるはずなのでちょっと怖いと。なのでまあ、まあ、これはねあ,あのアンカーリング製での運用っていうところでの、まあ、運用めっちゃ細いんで肩掛け、まあ、でもちょっと持ち歩く分には全然問題なかったですね今日ね。で首掛けもこうしてぶら下げながら。 こうやってぶら下げながら、まあ、こうやって大体こうやって持って歩いて、ずっとこのまんまブランブランはなく、まあ、こんな感じでいつ、いつでもこう、さっと取れるようにっていうところで、まあ、持っていたら、本当にこう、昨日言っていたこの装備ですよね。もう、えっ、ー、とー、この、この本当コンパクトな財布と鍵もこれに入ってる。で、携帯。で、視聴者さんから、えっ、ー、とー、 コメントいただいて、場合によってはこれ、Apple Watch にセルラータイプ、まあ、SIM さして運用すれば、場合によってはもうこの携帯も持ち歩かないで、まあ、ある程度、まあ、キャッシュ、キャッシングはもちろんできると思うんですけど、その他の運用もできますよっていう話で、ちょっとセルラータイプの Apple Watch。 アプローチに SIM 差しとくっていう、そしたら携帯もいらなくなるっていうことで、ただやっぱりね、あの、携帯はもう一個のカメラとして、自分、まあどうしても僕の場合発信者としての、まあ流れもあるので、やっぱりこの携帯で今日の装備はこれとか、そういう風に撮ることを考えると、やっぱ携帯なしはちょっと、まあ、それはなしかなっていうふうに逆に思えてきて、っていうのも、まあこれだけ持ち歩く分には、 もう全然問題なしで今日行けたかなっていう。まあ、驚くほど、まあ、結論身軽に運用できたなっていうところで、やはり、えっ、ー、とまあ、ライカ運用に関しては、もうストラップ、ここのピークデザインのアンカーリンクス運用は一旦ちょっとお休みして、また最後ね、こっちの、ここのご太い方に戻ってくる可能性も全然あるんですけども、ただちょっと手に巻く運用結構取ってたらよかったなっていうね。 感じでしたこの感じでこうやって巻いてここに引っ掛けてっていう感じだったんですけどもこう、まあ、ちょっとね手首疲れるなーって時もあったんですが、まあ、こうやって持ってたりとか、まあ、こうやって持ってたり場合によってはここに負荷かけてこ,ここにかなり深掛けてブラーンとしたりとかなのでここがやっぱりねキーになってくるのでやっぱプラスチックでこう何て言うのかなここ応用が効かないじゃないですかこうどうしても応用が効かないのでなのでこれがやっぱり肝になってくるかなっていう。 でもうほんと脱着型じゃなく運用してみようかなーっていうのが今で 100cm ですねもう連日言っている通り 100cm まあただねこういった感じですぐ外せて身軽になるっていう意味ではいいんですけれどもとはいえね 100cm ぐらいだったらここにすぐ巻いちゃえば常に安心ですよねなのでこの運用かなーっていうあとはここにぐるぐるっていうも昨日はえっと MT モノクロームでここぐるぐるってやってトンって置,き置いてっていう運用かなり良かったのでしかも、えっと、やっぱりひもスあのロープストラップタイプだとやっぱりえっと 1, 1キロ超えこれ今日 800g だったんですけど1キロ超えのものでも全然なんていうのかな全然心配ないっていう感じの運用だったのでしかも子供と手つなぎながらとかでも全然いけたのでねなのでやっぱちょっとまあ そうですねまあ、これは細すぎっていうのもあったかもしれませんけどこれの運用いけるかなと思いましたがこれは何かまた別のまあ、GR とかねもうちょっともう手に巻かないでたすきけで運用とかそういったものの軽量カメラ、まあ、例えばコンデジとか、まあ、例えばですが G5XM3 とかク2とかかあのキヤノンの1インチコンデジとかその辺の運用の時とかに撮っておいてもいいかなっていうふうには思ったりしました。なのでこれも一応概要欄貼っておきます結構 えとコンパクトな例えばイオスの R10 とかねイオスキスとかその辺の 400g 台のボディーでの運用とかになるとこの、えーま、忍者ストラップ今ね結構売り切れてはいるんですよねなのでちょっとあるかどうか分かりませんがおこれおすすめかなとは思いますなので結構普通に、えー、とここに巻かないでぶら下げる上では軽量な あと、ズマロンとかつけた時の M11 とかだと700、700g、600g ぐらいになるはずなので、600g ぐらい。これ全然いけるなっていう感じでございました。まあ、このぐらいの、めっちゃ、めっちゃコンパクトっていうのもいいですよね。めちゃくちゃ小さい。で、あのこの大体ね、大きい分とここがのベルト部分が大変なんですけども、これ、太いとカメラバッグとかにしまう時とか、これ結構大変だったんですよね。ここ、ご太いからね。これが大変だったんですが、やっぱり、 細いタイプだとめちゃくちゃゃくコンパクトなのでこの辺もより小さくなっていいのかなと。まあ、まあ、これ運用するんだったら逆に、あれですよね、ほんと、えっ、ー、と、もうネイティブのリーシュのタイプか、このピークデザインのリーシュのタイプでも、この細さだったらいいのかなとは思ったりはしますが、あと若干作りはね、これだとこのこの辺の部位、この辺の。 部分が若干ャち,ゃちい,いかなという感じもあったりはしますがまあ気のせいかなどうだろうっていう感じもちょっとあったりっていうところですかねなのでまあ現状どん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 これ、えー、使っていくたびにストラップもあと何本か23本試したいなと思っていて、えー、試して自分の中での最適解を測っていこうかなと現状ではまだやっぱり今日2日目2日間使ってみて1 0 0ンチのタイプでもう可変しなくていいかなっていう1 0 0ンチこのぐらいにぶら下げ ってるたすきがけだとこうピタッとこの辺にくっついてであとは手に巻いたらピタッとここにここにグリップされるような感じっていうこのスリ、えーウェイでロープかなロープか平,平たい紐みたいなタイプも確かあって結構皆さんやっぱアルティザンアーティストかなあれのシルクタイプかなりおすすめしていただいて、えー、コメントにてねおすすめしていただきつつなのでその辺もちょっと物色して。 取りり寄せてててみよううかなっていうふうにも考えたりしてますので引き続きちょっと僕のこの M 型ライカのストラップ沼ですねこの超軽量装備これだけですねこれだけ軽量装備でスナップするそしてゲイズ この辺です、ね、あゲイズだそうだゲイズも今1から5まで、えー、発売中ですのでめちゃくちゃありがとうございます多くの方にご購入いただいてまして1から5一気買いとかねしていただいてる方もいらっしゃいますので、えー、ぜひぜひともお買い求めいただけたら嬉しく思っておりますなのでこの超軽量装備でゲイズをどんどん作っていきたいなとで次回また別のねその以前のサインスのようなこちらのモノクロのサインスのような形の 写真集もモノクロ描写とかも作って作っていく。とにかくこれでもうバンバン、えー、一台一本で軽量にどん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 撮っていくっていう。このスタイルで、えー、僕のスナップスタイル2023の前半ぐらいは突っ走ってみようかなと。秋口にはカラーオブ関西がありますからまたキャノン機に帰っていきますのでね。そうなってくるとストラップはまた 必然的にこの 38mm タイプ、5太いタイプで R6M2 とか5とか、まあ今度出るであろう何かしらの後継機種、キャノンのその辺のミラーレスイッチ使って L レンズつけてとか、キ n ノンの、R R、RF レンズつけてやっていこうと思いますので、今はちょっとね、超ミニマル、ミニマルスナップ装備を えー、検証、検討中でございますので、おそらくこれはライカだけじゃなくて、例えば富士の XE4 とかね、富士ユーザーの X プロシリーズとかプロ3だけ、その辺のユーザーの方にも応用が効くはずなので、超軽量、ミニマル装備のご提案と、今結構冬ですよね、2月とかに向けて極寒の、極寒って言いますか、まあ、 1一桁台の気温、最高気温の中でも、えー、スナップが経過にできる装備も、今、アウターとかボトムとか靴とか、今、もろもろね、検証してるんですよ。そこもある程度整ってきたら、メインチャンネルに格上げして、えー、まとまった段階でね、えー、ご紹介しようと思いますので、ある程度見えてきました、その辺も。ボトム上 えとまあ帽子って大体ノースで揃えてはいるんですけれどもそれのなぜノースで揃えとくかっていうところも含めて皆様にね、えー、と解説できればいいかなと。なのでこう TPO ウェアウェアの部分とかストラップとかっていうところで複合的にね、えー、皆様に2023年は、えー、とご提案できればいいかなと思っておりましてちょっともうちょっと。 カメラストラップ沼はどっぷり使ってみようと思いますので、結論が、僕の中での結論が出るまで、えっ、ー、と、お付き合いいただけたらと思っております。と <laughs> いうとことで、今日も使いお過少しください。西田たでした。どうも